皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師の武藤です。はい、今日はですねこちら、DW9000 を、使ってですね変カムと新カムについて説明しようと思います。はい、まずカムってなんだっていう話になるんですけれども、ここの部分ですね、この金属部分、なんて言ったらいいんだろうな、このチェーンがこうボードからくっついてきてて固定されてます。でこのくっついてるこの部分ですね、ここの部分をカムと言います。でこのカムの形状が、踏み心地にすごく影響しております。でまずね、新カムと変カムってなんだというところを説明しますと、まあ簡単に絵を描きました。はい、ちょっと下手くそですけど、新カム、まあこれが結構標準的なものかなと思います。だいたいどのメーカーも新カム変カムの構成であるんですけど、新カムの方が普及してるんじゃないかなと個人的な意見ですけれど、はい、思います。で新カムは、ここの角度ご注目ください。滑らかにいってますね。滑らかに下までいきます。これが新カムですね。ここにチェーンがついてこういきます。で踏むとまあ同じ力でこう踏み込めると。はい、で変カムっていうのがちょっと大げさに書いたんですけど、ここですね、途中まで同じような角度で滑らかにいくんですけど、いきなりストンと落ちます。でこのストンって落ちるっていうのがポイントで、アクション、この踏み心地ですね、ドラムのそのペダルのアクション的にはいきなりここで軽くなります。はい、それなので、こっち新カムっていうのは一定のなんていうかこう返り方踏み方で一定のこの踏み心地でいけるんですけれども、変カムに関しては一定の位置までいくといきなりストンと軽くなります。でこちらどっちがいいとか悪いっていうのは全くなくて、まあ、人それぞれ、その好みです。正直なところやっぱり変カムが好きっていう人もいますし、まあ、新カムじゃないと踏めないっていう人もいます。で、本題に戻ってこの DW9000 で、ね、変カム新カムどっちなんだという話になるんですけれども、実はこれ両方兼ね備えてます。はい、やっぱりね DW の最高峰ペダルなだけあってですね、もうすごい調整がいっぱい効きます。普通、カムごと交換するっていうのはあります。メーカーで、いろいろ作ってて、他のメーカーでカムを取り替えちゃうっていうパターン、簡単に交換できるシステムにはなってるものはあるんですが、DW の場合は、無段階ですね、その新カムから変カムになるまでを無段階で調整できます。はい、ペダルのこちら、ここにチューニングのボルトがあるんですけれども、ここを回すと、ちょっとね分かりづらいんですけど、今新カムです。でこれをずっと回していきます。ずっと結構ね分かりづらいんで、終わってから巻き戻したりすると、あ全然違うじゃんってなると思うんですけど、これをまあね回した分だけこう押し出てくるんですね、カムが。分かりますか？はい、これが今マックスです。はい、ちょっと分かりづらいんですけれども、今ここが出っ張りました。この中の、フェルトの位置が中でこうずれて、こう可変式というかね動かせます。でこうすると、踏み込みがいきなりね軽くなると、まあ、分かりづらいですね。はい、ちょっとこれは実際に物を踏んでみないと分かんないと思うんですけれども、新カムと変カムというのがあって、まあ、どちらも兼ね備えているのが、まあ、DW9000 ですごく微調整が効くという、はい、機種になっております。はい、こんな感じで、説明終わるんですけれども、このような形でなんかちょっと疑問に思っていることとか、知りたいことなどありましたら、ね、この YouTube のフォームから、その質問内容等がねこう書き込めるページにつながってますので、ぜひぜひそちらに書き込み等よろしくお願いします。はい、以上で、じゃあカムの話を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。